皆さんこんばんは、哲郎です。今日は論語です。今日の論語をしておくとですね、まず人生において大きな失敗はしなくなります。そしてですね、良い行いをしましょうとか古典には、ね、読んでると出てくるんですけども、じゃあなぜ良い行いをしたらいいのかということをですね、人生にこうどう影響するのかというのを解説していきますので、最後までぜひお付き合いください。今日の紹介はこちらです。 C のダマーク、人のイクリア直し、これを強いてイクリア、幸いにして免るるなり。訳はこうなります。人は正直に素直に生まれついているものです。それを無視して不正やルール違反をしておきながら無事に過ごせているとしたら、それはただのラッキーに過ぎませんという言葉です。ちょっと部分的に解説さらにしていきます。まず人のイクリア直しというのはですね、人は正直に生まれついているということですね。この直しというのがね、まっすぐにとかね、そういう意味になってます。そしてこれを強いてイクリア、それを無視して不正やルール違反をしておきながら無事に過ごせているとしたらということですね。これを強いてイクリア、幸いにして免るるなり、それはただのラッキーに過ぎませんよということです。ちなみにこの直という字はまっすぐ、嘘偽りのないことということなんですけども、嘘つきは泥棒の始まりとかね、正直が一番という言葉は皆さん耳にねしたことがあると思います。そして強いてってありますね。この強いてというのは網という字になります。これはですね、物を覆い隠すこのシートだと思ってください。ここで今日の証拠をもう一度出してみると、正直素直というものを隠して不正が見つからないとしても、たまたまラッキーなだけで必ずどこかで見つかる、天罰を受けるということを孔子先生が言っているということです。注意すべきはこの強いてというところで、これをね、隠すと考えてみてください。例えばこれブルーシートとかね、皆さん目に見えるものをこうシートとかでバサッてやると見えなくなるじゃないですか。そういう意味合いで隠すという感じです。では何を隠すかというとですね、これは自分の良い心を隠すということなんですけども、人は利に弱いんです。利というのは利益のことに関してです。そして特に小さな利益に自制心が緩くなるんですよ。これどういうことかというと、ちょっとした不正や違反というのはこれくらいならバレないだろうなっていうことでね、判断が人間甘くなるんですよ。そしてそのね、甘くなった判断をね、小さいことじゃないですか、だからね、バレないだろうなと思ってちょっとずつね、繰り返しちゃうんですよ。で結果気づいた時にとんでもない大きなことになっているというのが、この緩くなるとこなんですね。例えば以前数億円の横領事件というのがあったんですよ。この事件を捜査していくと、一気にこの数億円をねボンって動かしたわけじゃなくて、最初は5万円次は8万円その次は10万円、その次は50万円で、繰り返すたびにだんだんこれね、金額が増えていったんです。塵も積もれば山となるというように、これがですね、結果的に数億円という金額まで達してしまったわけですよ。この事件は孔子さんの今の教えがそのまま当てはまるものだと思います。そしてこういった事件は数多くありますよね。それはもうあなたの頭の中にも記憶が何かねあるんじゃないかなと思います。そしてこんな事件もありました。ある政治家が賄賂を受け取って罪に問われました。ですが賄賂を暴露したのは、なんと賄賂を渡した本人なんですよ。まあ罠にはめられたと思えばそれまでなんですけども、これも不正はバレる、見つかるというものなんですよね。賄賂の現場でどのような言葉が交わされたかわからないんですけども、古典にはこんな言葉がありますので紹介します。天知る、地知る、我知る、何時知る。これはですね、知知というものになります。図解化するとこういう風になるんですけど、訳としては2人だけの秘密といっても、まず天が知り、地が知り、自分が知り、何と言っても相手が知っているから、いずれはねこの秘密といっても他の知るところになるだろうということなんですよ。でここで言うこの天と地ってあるじゃないですか。天と地って何かというと、要は大いなる存在ということですよね。空が聞いている、大地が聞いている、まあそれでもいいんですけど、その目に見えない存在のものがあるよと、いわゆる我々で言うお天道様みたいなものがあるということですよ。そしてここでねポイントなのは、私も知っちゃってるんだけどあなたも知ってるよねってことなんですよね。これをじゃあちょっとねもう少し詳しくするとこうなります。誰も見ていませんよ、誰にもバレませんよと言ってもね、天と地がそれを見て知っているんですよ。そして自分自身がね不正をしたことを知ってるんですよ。何よりもです。賄賂と言ったらですね、相手あなたが知ってるじゃないですかということなんですね。これは陽信という五冠前期の政治家の話です。賄賂を渡そうとした相手に陽信はこの七を伝え、賄賂の受け取りを拒否したということです。この陽信という人物は清廉潔白でまっすぐな人物でした。さらに老子にはこんな言葉があります。天網恢恢、祖にして失わず。天網というのは天の張り巡らすこの網のことです。恢恢というのはまあ広くてね大きいという意味で捉えてください。祖というのはこのね目が荒いということです。この意味は天の張る網は
広くて一見目が荒く見えるんだけども悪人を網の目から漏らすことはないということなんですよ。つまり悪事を行えば必ず捕らえられ天罰を被るという教えです。ですからこの先ほどの七の天シルチシルの天のところですね、この天というのは必ず、ね、広く大きくて網目が荒そうに見えても一つのことを絶対ギュッと見つけている、要は悪事はバレるということですね。これに、含まれている意味です。話を戻します。どんなに小さいことでも悪事は天に必ず見つかるんです。ちょっと関係ないんですけど、僕の知り合いにいつもスピードをすごくね出すんだけど今までスピード違反で捕まったことがないっていう人がいるんですよ。でもそれはたまたまラッキーなだけで絶対続けてれば捕まるんですよ、いつか。でもまあ捕まらないかもしれないですよね。それは分からないんですよ。分からないんだけども、これ察するになんですけど、違ったところで違った場所で痛手を追うということは可能性があるかもしれないですね。そのままスピード違反の罰として来るんじゃなくて違うとこでね何かこう受けてる可能性はあるかなと思うんですけど、そればっかりはね天の計らいだから僕にもわからないです。ただそういう風に考えるのが古典的な考え方、要は学問的な考え方になります。そしてもう一つ、不正がバレずに生涯を終えたとしましょう。ですがその不正の影というのはですね、その人の子孫に影響するということが言われてるんですよ。この関係性は余計と言います。こんな言葉があります。石前の家には必ず余計ありという、これはね諸教の教えになります。意味はですね、善行積み重ねた家はその報いとして子孫に必ず幸福が訪れるという意味です。ですから良い行いを積み重ねるとその家の子孫は幸せになる、反対に悪い行いを積み重ねるとその家の子孫は不幸になるということなんです。いやそれは迷信でしょと思う人がいるかもしれません。しかしですね、これを研究したアメリカでは驚きの結果が出ましたので、それをご紹介します。まず悪質な家族として挙げられているジューク家。ジューク家は1720年にニューヨークの片田舎で生まれた怠惰なブライカン。ブライカンというのはゴロつきとかそういう意味合いで取ってください。でその彼から6代の間に約1200人の子供が生まれています。その中300人が赤ん坊の時に死に、310人が極貧のために収容所に入れられ、440人が病的な不良、女の子の過半数は賠償婦だったんですね。で130人が監獄に入って、真面目な職業に就いたのはわずか20名だったってことが分かってます。一方優れた家族のエドワード家、初代ジョナサン・エドワーズは1700年初頭に来たアメリカの代表的な神学者です。彼からの子供の数は1394人、その中の1295人が一流大学を卒業し、3人が大学総長、65人が大学教授、100人以上が牧師神学者、作家新聞記者が60人、法律家が100人以上、その他裁判官が30人、官公職が80人、さらに副大統領、上議院議員になった者もいるということが分かってます。これは古典の陰出録というところで安岡先生が講演で言ったものをですね、その本からですね引用してます。これ聞き見るとなんかすごい驚きの結果だなと思うんですけど、変な意味じゃなくて、確かになんか自分の今まで見てきた人生でこう周りの人見た時に、あ、なんかなんとなくこれがね読んだ時になんか分かったような気がしたんです。なんとなくね、なんとなくなんですけど、こういう結果を見た時に、じゃあ例えば悪い家系に自分が生まれてしまったらもう人生終わりなのかって思っちゃうかもしれないじゃないですか。大丈夫です、それはありません。あくまでも先ほどのは一例です。そんな場合は中高の祖、この言葉を胸に良い行いをしていきましょうよ。中高の祖というのは一度衰えたり途絶えたものをですね復興させた祖先とかね、まあ昔言ったらね名君だったりするんですけどね、廃れたものをですねまた復活させられたりとか、その家お家をねまた建て直したりとか、そういう風に捉えてください。ですから自分の代から石前をしていけばそれが子孫の幸せにつながっていく、要はあなたの代、僕の代からですね変えようと思ってやっていけばいいわけなんですよ。ですからね、さっきのね住空気がねダメだみたいな話になってましたけど、その中でも出てますじゃね、20名はちゃんと職業ついてるんですよ。ということはその20名は自分からちゃんとやろうと思って石前を積んでいった人かもしれないですね。先ほどの例はこの立命の書陰出録を読むこの安岡先生のところからですね引用しているんですけども、もう少しこの陰出録からね解説していきます。そうするとですね、あなたの親の環境は祖先の行いが影響していて、あなたの環境はあなたの両親の行いとその祖先の行いが影響しているってことなんですよ。例えばですね、僕自分ごとに思うのはですね、コロナ禍になりましてですね、研修業とかいろいろ講演会とかやってたんですけども、なかなかこうね全部なくなってしまって厳しいところにねあるんですけども、まあ今はねなんとか救われてこうなんとなくはやってはいるんですよ。ただピンチのところに声かかってきたりとかね、仕事もらったりとかそういうところって出てくるんですよ。でこれはねやっぱりなんか考えていくとですね、
僕両親がね教師なんですよ。でその父方もですねずっと代々教師をこうやってきてるんですよ。それで父親からね小さい頃がいろんな言葉を聞かされてたんですけども、例えばこんなのがねあるんですけど、人から裏切られるよりも人を信じ抜いた自分を褒めなさいという言葉があるんです。これ僕の今でもね僕の心にずっとある言葉でね、これをずっとね持ってるんですけど、まあそれがねまあ別にその良い行いうんぬんかんぬんではないんですけど、なんかそういうのをね自分も受け継いでるので、僕がこういう環境でねこうねきっぴんちな時に仕事もらえたりするのはきっとまあ親が多分こう徳を積んできた人だからだなと思うし、きっとそのおじいちゃんおばあちゃんたちが徳を積んでくれてるので多分僕が助かっているのかなと本当に思うんですよ。だから僕自身もやっぱ徳を積んでその自分の子供とかこれを返していかなきゃいけないなと思うわけですね。ちょっと話が脱線したんですけど、二宮尊徳さん、まあ皆さんご存知の金次郎さんがですね宝徳君っていうのを書いてるんですけど、この宝徳君に載ってるんですよ。父母の風紀は祖先の近郊にあり、我が身の風紀は父母の石前にあり、子孫の風紀は自己の勤労にあり。まさにこれねインスログで言ってることと全く同じことを言ってるんですよ。どういうことかというと、こうなります。ちょっと部分的に訳していきますね。父母の風紀は祖先の近郊にあり、あなたの両親の生活の基盤は祖先の行いにありますよと。我が身の風紀は父母の石前にあり、あなたの生活基盤は両親の行いにありますよと。子孫の風紀は自己の勤労にあり、あなたの子供の生活基盤はあなたの行動にあるってことなんですよ。つまりですね、この良い行いを積み重ねるとその家の子孫は幸せになって、悪い行いをしていくとその子孫は不幸になるということがあるんですけども、このねさっき言った余計というやつですね、石前の家には必ず余計ありという諸教の教えで、ここにね、通じるんじゃないかなと思います。いやでも僕ね二宮尊徳さん本当に好きで、すっごい勉強して研究したりしてたんですけど、この言葉ねインスログの読んだ時にこの言葉が出てきてこうバシッとつながった時に、うわーやっぱこれなんていうんですかね、学問というかそういう思想哲学っていうのはやはりこの元がつながってて同じことをね解いてるんだなと思った時にまた感動してね、いやすごいなと本当に思ったんですよね。いや思うだけじゃダメでね実行しなきゃいけないんですけど、それでこのね二宮尊徳さんはこのチャンネルで偉人伝シリーズで出していますので、そこで宝徳君解いてますから、そこぜひ見ていただきたいなと思います。概要欄にリンク貼っときます。ちょっとねいろいろこうね話が脱線して広がっちゃったんですけど、今日の翔君に戻しましょう。今日はですね C のたマーク人のいくるや直し、これを強いていくるや幸いにして免るるなりというやつでした。正直素直に生きることが大切ですよと言ってましたよね。そして不正違反が見つからなくてもそれはただラッキーに過ぎないよということを言ってるんです。この翔僕からの実践学べることは、不正や違反はもちろんやらない、そしてちょっとした小さなことですね、さっきねあのお金のね、で言いましたね、横領の件とかね、小さいこととかねこういう大丈夫かなっていうことがね実はダメなんですよ。大丈夫じゃないんですよ。それが積み重なって大きくなっちゃうので、小さいこともノーです。そしてどんなに小さなことでもあなた自身がこれは良くないことだなと思うものがあればすぐに断ち切りましょう。石前の家には必ず余計ありを忘れないように、一日一善、これがですねまあ人生を良くしていくんだっていうキーワードになりますね今日の。まあこんな風にね解説している僕なんですけども、じゃあお前全部できてんのかというと全くそんなことなくて、まあ解説しながら自分自身を戒めながら、いやこれね、やってるわけですよ。こんな論語とかいろいろ原始とか、やってますけど、全部できてたら成人以上のすごい存在になってますからね。あれですよ、論語とかでも一生句ずっと貫けたら大したもんだっていうやつですからねこれ。ということで、思い立ったが吉日、今日から良い行いをして積善していこうといつも自分自身に言い聞かせています。あなたもぜひ一緒に積善していきましょう。今日もありがとうございました。皆さんはこの教句どう感じますか？いや僕はねこの教えはかなり厳しい教えだと思いますよ。だって小さな利益に人間は動かされるんですよ。だからね僕も全部こうできてるかって全くそんなことはなくて、いつも自分をこう振り返って、これはねなんていうかな、こう道理に反していないかなとか考えながらやるっていうのはすごく大事だなと、思います。ね、やっぱりなんかほらあるじゃないですか、世の中こう見てると生まれた育った環境とかね、もともとお金持ち生まれたとかお金持ちじゃないとか、いろんな生まれ育ったね日本なんか特に僕は日本で生まれただけでもラッキーだと思うんですよね。本当に豊かだし、それこそねほらねアフリカだったりとか治安が良くないね中東の方で生まれたら生きていく確率すら分かんないわけじゃないですか。ってなるとこのね日本で生まれただけでもまずすごいありがたいことだなって思いますよ。で先ほどねちょうど出したんですけど、自分のこの環境っていうのはね、自分がこう生きていられるのはやはり先祖の方々がやっぱりこのなんていうかな、やっぱ善意を行いをしたりとか、やっぱりこの社会のために生きてたりとか、
かね、人に優しくしたりとか、こういうことをやってたものが多分今こう受け取ってるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりこういう古典っていうのを学んでいくと、このね、じゃあ良い行いをね、先祖がやってくれたから自分に回ってきた、でこれを使い果たしてしまったら自分のその先の子孫たちがそれで終わってしまうじゃないですか。だからそれだと良くないので、自分が受け継いできたものをさらに自分も磨き上げて次世代につないでいくという考え方に至るのが、この学問とか古典を学ぶ人の考え方にあるんです。こういった考え方をやっぱりこの今の日本の若い人たちとかね、そういう人たちにやっぱりこう僕は広げたいなと思うし、ね、自分なんかそんなこと思ったってとか、所詮俺の生まれがとかさ、なんかね、環境がいや、お前のところは恵まれてるからそんなこと分かんねえじゃねえかって言われるかもしれないんだけども、いやでも心の持ち方でね、一人だけじゃ、僕一人じゃどうにもできないんだけど、やっぱりこういう古典を学んだりとか人間学ってを学んでった人たちが一人一人増えていった時に、必ずそれが大きな力になって絶対日本がね変わっていくと僕は思うんですよ。だからそういうね、あの若い力とかで、ね、こういう古典の力とか人間学を学んだ人たちで、やっぱりこの日本というのはやっぱりいい方向に持ってきたいなってすごく思うわけですよ。こうリアルに学んできてくれる人がねいるんですけども、それをやっぱりこう増えていったらね、数千人数万人という規模にしていったら、やっぱりいや大きな力になるし、やっぱり僕は日本人としてプライドすごくね、歴史も持ってますし、もっと誇っていいんだと思うんですよね、そんな中でこの今日のね、石前とか日本人の本当に美徳の一つだなってすごく思うんですよ。相手のためにね、こう何かやってあげるとか、思いやりとかね、仁の心とかよくあるじゃないですか、礼儀を尽くすとかって。いやそういうのはやっぱ美しいもんだなってすごく思うし、ね、歴史を知れば知るほど、まあ、日本という国は僕は大好きになるなと思うんですよ。まあ、そういったことをね、いろんな人に広めていきたいなと思うし、古典をやっぱり学んでいくとですね、人生絶対良くなりますよ、100%、言い切れる。そういう人たちをね、増やしてね、やっぱりこのね、コミュニティとか今後なんか作って、みんなでこう盛り上がりたいなと思いますので、なんかね、興味がある人はぜひね、一緒にこう学んでいきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。このチャンネルでは古典とか先人たちの知恵、そして偉人シリーズみたいなのをね、特集してやってますので、ぜひ他のね、ところも概要欄に貼っておきますので、興味がある場合はぜひ見てください。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。失礼します。自分の行動とか努力と思いって足らないんだよ。だからもっと高めるしかないってだけなんですよ。でもまだ達さない。いやいやいや、足りない。